皆さんこんにちは、ウェイズの小西亮です。今日のアレンジはこちらになります。このアレンジはサイドからバックにかけてくるりんぱを一つ作って、毛先を三つ編みしてお団子風にまとめたアレンジになってます。すごくラフなアレンジなので、買い物だったりとかデートとか女子会とかいろんなシチュエーションに使えると思うので、この動画を見てこのアレンジもぜひできるようになってみてください。では早速フル動画でアップしていきたいと思います。はい、ではアレンジやっていきます。まず最初にバックのポニーテールを作っていきます。全体の半分ぐらい、半分の量を取れるぐらい、ひし形になるように取っていきます。こんな感じですね、後ろから見ると。このぐらいの量で一度ポニーテールしていきます。しっかりテグシを通して結ぶ位置は低めに取ります。これが土台になるので、これもしっかり目に止めてあげます。ポニーテールこれです。で、この次にもう一気にサイドとバック一緒にまとめてポニーテールを一回していきます。顔周りのおくる毛を作ったら、手ぐしを通して後ろに持っていきます。はい、できたらしっかり手ぐしを通して、さっきのポニーテールを挟みながらちょっと包んであげるようなイメージで持ってきてあげます。上ですね、上の位置で結びます。で、絡まらないようにしっかり2つ分け取ってゴムで留めます。で、今こう2つのポニーテールができてます。で、これで上のポニーテールをくるりんぱしていきます。で、くるりんぱしたら横と縦にしっかり締めてあげます。で、締めたらこの時点でもう一度ほぐしちゃいます。しっかり縦のボリュームを出しながらちょっとバランスを整えていきます。で、横から見た時の後頭部のボリュームも一緒に出します。はい、ほぐしはこのぐらいです。で、最後にさっき作ったポニーテールとくるりんぱの髪を3等分して三つ編みを作っていきます。この時なるべく毛先の長さが、揃うように分け取ってあげると三つ編みもやりやすいと思います。3等分できたら三つ編みします。この時も最初からしっかりきつめに編んでいきます。で、毛先をゴムで留めます。
で、これを最後くるくるっとまとめてお団子風にしていきます。で、お団子にする前にこの裏面が最後表面に来るので、この裏面を最初にほぐしておきます。後からほぐすと崩れやすいので、この時点でほぐします。はい、裏面をほぐし終わったらお団子にしていきます。毛先の茎を丸めて中に入れるような感じ。ゴムとさっきのくるりんぱがこう一緒の位置で合うようなところに持ってって、ピンを一度縦に刺したら引っ掛けて中に入れます。まっすぐ刺して引っ掛かったら横に入れます。これを一応両サイド打ちます。まっすぐ刺して奥に行ったら返して中に入れます。そうすることでしっかり安定したお団子ができます。はい、これでベース作りは完成で、必要であればまたほぐしていったりカールをつけていったりします。はい、これで今日のアレンジの完成になります。はい、今日はポニーテールとくるりんぱでやってるアレンジになるんですけど、特に難しい技術は使ってなくて、なるべく簡単で、でも少し凝ったようにさらに可愛く見せるアレンジになってます。まあ、いつものなんかこうお団子とかでもちょっと飽きたなとかっていう方は、毛先を三つ編みしてお団子風にしてあげるだけですごく印象が変わるので、このアレンジもぜひ動画を見て練習して、それを繰り返してできるようになってみてください。